リリーフは復習してないので、試合打ち壊さないですよね。打ち壊さないですね、それと今あの一番大きいこの菊池原、まあ、新井監督、富士ヘッドになって大きいのは、はい、ランナー出すことが悪じゃない、これはもう理由はどうでもいいんですよ。フォアボールでランナー出そうが、どんな理由であれランナー出ちゃうことは、まあ、出ない方がいいですよ。でも0点で帰ってきちゃえば全部チャラなんだから、こんなもうフォアボール出しちゃうときはもう出ちゃうんだから、そうしゃあないなんです。そうだからピッチャーがフォアボールに全くビクビクしてない、でもっと言うと、打たれることにもビクビクしてない。はい、そうですね。だから、一番、まあ、各投手が徹底して気をつけろと言われてるのは、どうも、長打を打たれることはダメだと言われてる節はあるんですね。そうでしょうね。だから、ボールが大きく外れて、フォアボールで出すケースもないわけじゃないわけですね。島内も栗林も。そうですね。はい、矢崎も。でも、裏を返すと、長打を打たれない投球っていう解釈をベンチがしてる節があるんですね。そうですね。こう、中崎投手が復活と右のと、例えば、松本龍也としてなんか今年、抑えちゃったやつじゃないですか。試してほしいですね。バーホールドポイントも結構上げてましたけど。入ってくるのきついですね。今ね、困ってんのは大道が良くなっちゃってるんで、そうですね。ケムナの枠しかないんですね。で、松本龍馬にしてみると、まあ、はい、ケムナの枠は、はい、堀江とか森浦とか、その別に右に限らないとこで争う。そうですよね。別にいますので、右も左も、なので、別に困らないんですよ。で、この今、ケムナが悪いの、まあ、悪くないんですよ。悪くないんですよ。なかなか登板機会がないとか、いろんな理由があるんですけど、他のリリーフ陣に対して、ケムナが突出して悪く見えてしまう状態なんですね、先発も含めて。そうですよね。で、新井監督は中継ぎを結構丁寧に丁寧に間を置いて投げさせるもんだから、みんな結果出すと。まあ、先発が6、7、8まで、まあ、長く持たせて投げてきますので、穴が開かないですよね。開かないんですよ。で、今、緊急で何が何でもぶち開けて一軍に来なきゃいけないのは実は松本なんですね。なぜかというと、前は松本二軍でよかったんですよ。中崎が二軍に戻ってくる可能性が高い投球してくれてたから、中崎を見ながら学べばよかったんです。今、中崎を学ぼうと思ったら一軍来ないといけないので、今、大道がそれでもう覚醒しつつあるんですね。中崎と同じ身長と投球フォームと球種で。そうですね。おっしゃる通りですね。で、これで松本の方が今困ってるのは、中崎と一緒に学ぶべき中崎が今いないんですよ。松本の隣に、隣というか、そのベンチに。その枠だって、この木村枠だ、木村投手枠があるとしたらば、堀江投手もいますしね、森浦投手もいますしな、黒原投手って今一番上で、黒原がいて、アドゥアがいて、はい。コルニエル投手ちょっと持ってくるかもしれないから、ね。コルニエルもいますし、アンダーソンもいますよね。中継ぎ健康で考えれば、アンダーソンもいますので。はい、そうですね。これ、ちょっとやそっとじゃないんですよ。で、カープが一軍でね、試したいと思ったら、遠藤もいますので、これ、中継ぎ投手陣に8月5日時点のボルスだけ読み上げますと、背番号12、
大道春樹投手が 3.38、 森浦投手が 4.66、それから中継ぎは栗林投手が 4.60、 中崎投手が 2.08、 2.08 ですからね。そうですね、はい。で、矢本投手が 9.00、 黒橋投手が 10.24、 ケムナ投手も悪いって書いても3.04ですから。そうです。で、堀江投手 5.14、 矢崎投手 1.78、 アンダーソン投手がもし中継ぎそろいとしても 2.67、 島内投手に至っては 1.49。 すごいですね、これ。松本龍也投手が 4.35、 あと河野投手が 7.36、 アドバー投手が 4.91、 戸根投手が 3.00、 あとターリー投手にとっては 1.98 と。中村優太投手も悪いように思われてますけど、実際1軍での防御率は 1.29 なんですね。そうなんですよ。ここで入ってくるのきつくない？いや、これはね、松本、まあ、中崎まで行こうと思ったら、一番は松本なんですけれど。ですよね。これはね、ケムナの枠は、多分、アドバもいます。森浦。で、彼らは、若干1イニングの失点が多かったので、4点台、5点台が。はい、います。そうですね。で、まだ一軍に来てませんけれども、うん、河野の代わりに増田もいますので。あ、そうですね。はい、そうです、そうです。で、これで言うと、今一番可能性で一軍来なきゃいけないのは松本なんです、ね。うん、中崎が一軍にいる以上は。はい、そうですね。で、もう中崎が多分中継ぎの兄貴分的な存在で、完全にベンチを菊池原、投手コーチと一緒に仕切っている面もある。まあ、最近はそこが安心できてるのか、実は菊池原がベンチにいたりするんですよね。そうですよね。そうですよね。だからこれは多分中崎がいるおかげで、新井監督にしてみたら、入れ替えがやりやすくなってると思うんですね。横山隆二、菊池原を。そうですね。あ、ここは、いや、菊池原にアドバイスしてもらって、ね、ブルペンというか、ベンチから指示をしてもらった方がいいときが、菊池原がベンチにいるケース、もしくは横山がいるケース、うん、結構、ここはね、私から見ると、あれ、今回横山だ、あ、今回菊池原、ちょっとね、決まってない節があるんですね、うん、カープ。別にそこは変えても、なんだ、問題ないっていうか、よく。まあ、問題はないんです、はい。通常は決まってるんですよね。シーズン通して、ね、まあ、ベンチにいる、まあ、高山、チーフ投手コーチと言われる人が、決まっていて、まあ、彼らが多分、まあ、マウンドに行く人。で、ブルペンはブルペンの人が、だいたい年間でほぼ、移動はないんですけれども、カープを見ると、びっくりするんですね。横山かと思うと、なんか違う人が、マウンドにいると、菊池原だったりするので、そうですね。だから、ここは多分、試合展開とかね、新井監督のプランからすると、菊池原のアドバイスの方がいいと、菊池原が多分ベンチにいて、横山がブルペンにいて、まあ場合によってはやっぱりいつも通り菊池原がブルペンにいて、横浜がベンチにいるっていう、結構ね、ここカープ決めてない節がある、ですよね。毎回横山が言ってんのかなと思ったら、たまに菊池原が言ってたりすると、あれ、あんたブルペンじゃないんだって思って、2、3度ありましたので、意図的だったんでしょうね。多分、あるんだと思うんですよ。登板で誰が行く、うん、誰が行かないっていうことに、はいまあ、ケースバイケースだとはやり出してるとは思うんですけども、これは明らかに中崎っていう存在がでかいと思うんですよね。
そうでしょうね。そうでしょうね。動かせるんですから。そうですね。それはただ単に横山も中、まあ当然、まあ当然中川とかね、カープ結構リリーフをやってた人が投手コーチいるので、誰がやっても言われればそうだし、こんなに動かせるはずはないので、もうこれはもう中崎がもう間違いなく兄貴分として信用を置かれてるんだと。でなおかつ後輩たちもかなりフランクにいろんなことを聞いてるんだろうと。だから中崎に聞いてもらうのに自分じゃない方がブルペンにいない方がいいから外れてるケースって考え方なんです。なるほど、それはあるかもしれないですね。なるほど。人間関係上なので、ここは横山がいた方が会話が弾むというか聞きやすいとか、そこに横山がアドバイス、まあ中崎に聞いたことに対して横山が横山の投手コーチとしてアドバイスが入った方がいい会話をしているケースがある。横山投手が元気だった時に、中崎投手はいたんでしょうね、きっとね。いました。まだ、いました。まだルーキー、いました、はい。まだ先発やってた時だと思います。ですよね。だから話しやすいと思う。先発中崎でリリーフ横山行ってたと思います。そういうのはあるのかもしれませんね。まあ、そこら辺が菊池原とか今の中崎とかの関係で、そこら辺のやり取りがだから中崎が安定してそこができる人という前に、中崎が自分のことでしっかりできてるから後輩の面倒が見れる状態っていうのが大きい気がしますよね、まず。ですよね。これが2022年まではそんな状態ではなくて、中崎が中崎で手一杯でしたので、そうですよね。で、後輩に聞かれたアドバイスしても、自分の結果が出てないから、まあ、後輩もちょっと疑心暗鬼ですよね。いや、あなた失敗しましたよね。打たれましたよね、みたいな。まず、声かけづらいし、聞きづらいですよね。まあ、連覇のリリーフェイスなんで、で、なおかつ、ちょっとうまくいってない状態の中崎には聞きにくいと思うんですよね。成功してればいいんですけどね、今シーズンみたいに。結構ホームラン打たれちゃってるところでは、ちょっと難しかったと思うんですが、ここのコミュニケーションが中崎の結果がいいことで、かなりいいんですよね。ああ、それありますね。で、これに輪をかけて復活した野村祐介がいますので。ああ、そうですね。それもありますね。だから、要は、二人が言ってることが、落ちるんだと思うんですよね。ああ、それは、あの、要は、あの、まあ、島内とか矢崎とかにしてみたら、まあ、自分たちのボールがすごいのはわかるわけです。まあ、言い方悪いけど、野村や中崎より全然いいボールを掘るわけですよ。野村と、まあ、中崎のボールの方は、まあ、彼らにしてみたら、なんでそれで抑えられるのみたいなストレートの、まあ、球威だったり、そうしようね、スピードなわけですよ。まあ、フォークは投げれないんですけど、まあ、二人とフォークのキレはあんまりいいわけではないですからね。フォークで抑える。三振取るフォークではないのから言うと。でも、抑えていっちゃうのは、やっぱり興味津々だと思うんですよね。そうですね。結果が全てですからね。なんで抑えればいいわけですからね。抑えちゃってるわけですから。で、これのアドバイスが腑に落ちることを言ってくれるっていうのが、うん、まあ、横山、菊池原、両方とも、あ、そのアドバイスなら我々が出る出番がないアドバイスを多分、二人がしてくれてると思うので。これが多分カープにしてみたら、まずは大前提は、新井藤井ヘッド体制が、ランナー出ることが悪じゃないんだと。要は、そのイニングゼロで帰ってきてくれればいい。
そうですね。っていう気楽さを作ってることなんです。ああ、大きいですね、それは。前監督とかは、抑えてるにもかかわらず、はい、先頭のフォアボールが悪い。いいじゃん、その、はい、ゼロだったんだから、にもかかわらず、はい、先頭のフォアボールで点取られた、ね。先頭のフォアボールで点が取られる可能性は高いですよ。それは、点を取られてる、点を取られてる、イニングに対して、先頭が出たイニングが多いだけ。だけど、ゼロも含めて、全イニングに対して、先頭が出たイニングのゼロ率の方が高いんですから。そうですよね。何を言ってるんですか、なんですよ。点を取られたのをピックアップしたときに、先頭とエラーが多いですよね、だけの話で、全イニングに対して先頭の失点率は低いんですから。そうですよね。何言ってんのなんですよ。あの感じの意味だ。要は、点を取られちゃって振り返った、その点を取られたのを振り返ると、はい、各点取られたの、点取られたイニングだけを引っ張り出せば、先頭のフォアボールの率が高いですよ、と。はい。2アウトからフォアボールはほとんど点にならないけど、先頭、まあ点取られた後の先頭のフォアボールは、点取られた、はい、点取られたところのピックアップは高いけど、ゼロ点も含めた総イニング数における先頭フォアボールの失点ってそんなにあるんですか？ないんですよ。なるほどね。ああ、なるほど。結構レベル高いですから、先頭でフォアボール結構抑えてる。点取れてないから、先頭のフォアボールで点取れなくてもったいないって言ってるわけですから。そうっすね。原監督にしてみたら、その矛盾、うん、矛盾というか、そこを軽くしてあげてるんですね。投手陣みたいに。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。